い、カバージェブクロカッパ園長です。さあ次は、某国の人がね、またこんなこと言ってたんですよ。日本に残ったのは、もはや自動車産業だけですね。あ、そうなんだ。さあ大変だ。俺もこれから車屋か？無理だな。まあ最初の人がね、要は日本の製造業で残ったのは、生き残ってるのは自動車産業だけだなと言ってるわけですよね。電気自動車に移行すれば、トヨタ以外は全滅するでしょうと。そうすれば日本に残った製造業はほとんど皆無になる。蓄積されたデータだけで、うなぎ登りで成功できる産業は化学産業と素材分野だけです。自動車、船、鉄鋼、電子、電気など、国家で必ず必要な製造業は消滅するでしょう。そうなるといいんだろうね、彼ら的にはね。で、まあ、ここから某国の人たちの反応ですけども、まず最初の人がね、トヨタもフル電気自動車まだまだですね。で、次が、何をそんな確信してるんですか？それから、我が国は自分のことで精一杯です。日本コピーした我が国ですが、日本ほど頂点にも行けず倒れていますよ。日本と逆になってますが。次の人、日本は嫌いですが、ね、彼の意見は違うと思います。次の人、製造設備分野などで世界トップだと聞きましたが、で次の人、半導体装置のほとんど日本製じゃないですか。東京エレクトロン、これ何？大福？なんだろう、ゼウス？スクリーンなどなど。日本がなければ、ンムスンやンケイハイニクスは全てオールストップじゃないですか。で次の人、以前より死にはしたけど、それでも日本の鉄鋼強いじゃないですか。で次の人、まず私たち自身の心配するべきですね。あいつらは内需だけでも大きいのに、我々はひたすら輸出だけだから。次の人、ファナックでロボット制御しないと、雲台自動車すぐ車作れなくなるじゃないか。で次の人、日本は基礎科学大国なので、我が国の電化業界の製品に入る素材や部品はほとんどが日本製。昨年の大統領のノージャパン先導賞をした際、ムムスンの副会長が直接日本に出向いて会社回りをして、いや、銀行ですね。苦労してたのを見るだけでもわかります。次の人、なんだろう、なんたら知る、ロッテタワーの核心である、外部ガラス、シャーシも、日本が独占してたことは知らないのかな。何を根拠にこんなアホみたいなスレ、排泄してるんだ。某国の人が某国の人に、お前頭大丈夫かって言われてるね。で、ンムスンが人気者と聞きつけた日本がすぐ殴りに来ないか心配だよ。で次の人、どうかちょっと理解してから話してください。本当に僕たちが知らないいい会社が多いんですよ。ロボットやセンサー分野は本当にすごいんですよ。これ日本のこと言ってるんですよね。で次の人、中国に住んでますが、日が経つにつれ日本のものにすごく人気集まってるし、よく売れている。ここの人は想像を絶するほど日本のものが好きですよ。中国の人のことをね、某国の人がなんか語ってますけども。まあ、ことごとくなんか、そうですね。まあ、僕なんかはもういい加減慣れましたけど、こういうなんか、気色悪い妄想系ね、いつ見ても基本そういうコメントばっかなんで、もう慣れましたけども。ね、知らない人が見たらね、は？何なんだろうこの人たちって普通に首かしげますよね。サブイボ出ちゃうレベルの時も普通にあるんでね。で、まあ、日本は車だけですか。ああ、そうですか。なるほどね。このね、圧倒的なこの認識不足というか、ね、現実を受け入れられなさすぎてる点。なんていうのかな。いや、いいんだけど、ね。いや、個人個人、ね、某国の人一人一人見てったら、中にはそういうね、ちょっとずれちゃってる人がいても、それはいい。ね。それはいいでしょう。人それぞれなんで。ね。ただ、残念なのは、某国の場合、それ個人レベルじゃなくて国家レベルなんですよ。ね。だからむしろ、ね、自分ら、ね、某国、ね、自分たちは内需、ごくごく小さい。ね、もう極めて小さい。でも、限りなく輸出依存べったりでしょ。でもう組み立て屋さんの地位はもう過去の話、ね、すでにもう中国に渡り、その中国からも東南アジア諸国、ね、さらに別に渡ったっていうね、だからもう中国に奪われた、これすらももう過去の話なのに、ね、そういう認識が全くない。まあ、某国にはほら、もともとね、この例えば詐欺とか売春とか失業とか、たっぷりあるからね、基幹産業、失業は基幹産業ではないな。あとほら、文盲用のこの、なんだ、半分狂ったみたいな、その発音記号。これもあるし、ね。そういう意味じゃ最強だし、安泰だし、ね。日本のことなんかもう気にしなくていいと思うのにね。
まあいつも通りね、この最初の人はね、どうも別世界に住んでるみたいで、うん、まあいいんじゃないですか。うん、まあちらほら現実認識がねできていそうな感じの亡国人が珍しく湧いていましたけども、でも最近ちょいちょいこの手のね、うん、ちょっと目覚ました、なんか現実にね恐れおののいてるね、ブルブル震えてる系のね、そういう人もね、なんかもうほんの5年前とかもうこんな人いなかったのに、この手の話が出るともうね日本ザマーで 100% 一色だったはずなのにね、うん、最近ちょっとそうでもないんだよな。うん、ちょっとね、反日洗脳教育が足りてないんじゃないの？うん、こういうちょっとね、冷めたね、コメントをね、平気で投下してくる人たちは、親日罪でね、やっぱぶち込んでいかないと。ね、大統領はしっかり仕事しないとね、せめて国内向けにはさ、うん。まあ、そうだな。まあ、こういう経済絡みの話だと、僕の人たちってすぐ GDP の話してくるんですけど、今回なかったですけどね。じゃあ、代わりにしといてあげようかな。日本の GDP、相変わらず韓国のね、3倍。いや、ただその3倍ね、3倍って言っても、その3倍ですら日本の数値の3分の1になるように水増ししてますからね、向こうの GDP は。ね。だって、国内じゃなくて、国外の分もね、足して、それの数値なんで、実際はね、もう4、5倍以上、ね、軽くそんぐらい言ってると思いますんで。うん。だって、そもそもが、ね、母国は自分たちでね、うん、もう日本は自動車だけとかって言ってましたけど、その逆、ね、母国はもうね、ムスンだけって、ね、言っちゃってるようなもんなんだからさ、実際その通りだっただよ。しかも過去形だからね。うん。まあだからほら元組み立て工場ね、こっちの方が適切かな、的確かな。うん、まあちょっとねコメントにね割とこうまとも風なコメントがね意外に多かったんでちょっと拍子抜けしちゃいましたけども、うん、まあ言ってもね、うん、希望願望垂れ流すのはほらね自由なんでただだし、いつでもどこでも誰でもできるからね、うん、お家芸だからさ彼らのね、好きに言わせておけよと。ね、らしくねえなと。亡国人が現実見たふりしてんじゃねえよと。妄想の世界に帰りましょって。そっちの方が気持ちよいんでしょ？うん。だからまあ今年の終わりにはね、北に吸収されてね、もうなんだろう、文字通りこき使われる。ね、地べた這いつくばらされて。ね。で、こう GDP3 位の日本をね、ね、なんかもう日本はオワコンみたいなことを言ってるわけですけども、もう笑っちゃいますよね。うん、日本のことなんか気にしてる場合じゃないんじゃないの？本当ね。うん。なあ、もう怒りとかね、その失笑とかそんなもんはもう通り越しちゃってさ、僕個人的にはね。なんかもう彼らの精神の病がこれ以上悪化しねえように祈るだけかな。ね、元気で頑張って、みたいな。うん、ただこっち向かないで、みたいな。うん。まあ、なんていうかね、じゃあちょっと最後ぐらいまともな話すると、このね、自動車、ね、自動車しか、もうエンドユーザーにこう提供する企業だけが一流じゃねえんだぞと、ね。例えば構造転換とかさ、業種とか理解できないんだろうね、彼らにはね。なんだろうな、戦争で言うとね、弾よけのこの兵隊と後方で指揮する部隊との違いって言えば、いや、無理か。それでもわかんねえかな、彼らにはね。あ、そうそう。だから、B2B とか B2C とかって言えばわかるかな。彼らはやっぱりね、B2C しか見てないのかな。うん。だからその彼らが言うこの C の C も意味が変わってきてそうだけどね。うん。だから B2B ですが、ね、日本はこの世界シェアトップクラスのもの、他にもね、もうなんだろう、数えきれないほどね、たくさんありますよね。うん。だから彼らにはその辺もやっぱわかってないんですよね。なんていうか、普通にね、こんなのしかいない亡国が哀れですよね。もうちょっとさ、ね、今時、だって日本よりもね、ネット強国って言ってたよね。ちょっとググればさ、調べようと思えば調べられるんじゃないの？ね、例えば企業の売上高とかさ、ね、そう、株流行ってるんでしょ？オタクらでは。ね、株式のこの時価総額とかも見れようと思えば見れるんだろ？ね、あなた方と違って様々な業種があるんだけどね、日本は。うん。で逆に自分らはね、うん、そのね、亡国人大好きなんむすんがさ、思いっきし本格的に傾いた時の心配でもしてた方がいいんじゃないのかな。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。